町の豆腐屋さんの数はかつての10分の1に。しかし大手と戦うため新しい商品を生み出そうとしています。豆乳がこんなに美味しいものに変身したとは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新しい商品のポイント、まずは豆です。掛川市で15年前から育てられている茶豆。すごいね、甘い感じで美味しい。普通の大豆の豆より。新潟や東北が有名な茶豆を材料にしようと掛川市の豆腐屋さんが決意しました。豆腐にするとなんていうかこう、いや、苦味とか甘さの中にも苦味とか野生味っていうんですかね、うん、そんな感じがして、いかにもこう、自然の味っていうか。左が普通の大豆、右が茶豆。大きくて濃い色です。豆腐の元になる豆乳作りです。ほんのり茶色です。豆腐を固めるためにがりを入れる腕の見せ所です。甘くて風味がありクリームチーズのような豆腐ができました。お客さんに来ていただけるような特徴のある美味しい豆腐を作っていけたらなと思っております。カフェと組んでもう一つアイデアが浮かびました。町のお豆腐屋さんたちがカフェのオーナーの手ほどきを受け、豆乳でアイスを作ろうとしています。そのうちの一つ、ほうじ茶ココア味の豆乳アイスです。初めての味見です。びっくりですね。豆乳がこんなに美味しいものに変身したとは。豆乳アイスに茶豆の豆腐、今までと違う形、違う材料で町の豆腐屋さんたちの力を見せようとしています。お豆腐本ってこんなに美味しいんだなっていうのを新たな発見というか知っていただくきっかけになると思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。